出席議員半数以上であります。これより令和4年第7回長崎市議会定例会を開催いたします。新型コロナウイルス感染拡大防止対策として議場の換気のため出入り口を開放し会議を運営することといたします。議事日程前に市長から新人の紹介がございます。市長。おはようございます。去る11月21日付で任命いたしました教育委員会委員1名および10月9日付で選任いたしました固定資産評価審査委員会委員1名並びに11月1日付の人事異動で承認いたしました課長級の職員を紹介させていただきたいと存じます。教育委員会委員小原達郎氏でございます。固定資産評価審査委員会委員山内邦彦氏でございますが、本日は都合により欠席されております。次に課長級の職員を紹介させていただきます。村尾武彦東総合事務所地域整備課長でございます。以上で新任紹介を終わらせていただきます。次に市長から長崎市における新型コロナウイルス感染症の現状と対応状況について報告したい旨の申し出がありますので、この際報告を求めることにいたします。市長。本会議冒頭の貴重なお時間をいただきまして、9月議会以降の長崎市における新型コロナウイルス感染症の現状と対応状況について行政報告をさせていただきます。まず国、県、市の感染状況等についてご説明します。国の状況についてですが、感染状況には地域差が見られるものの、全国の感染者の数はほぼ全ての地域で増加傾向となっており、予断を許さない状況です。長崎県および長崎市の状況につきましては、長崎県内における新規感染者数および病床使用率は第7波が8月下旬にピークを迎え、その後低下していましたが、10月下旬以降再び増加傾向となっており、すでに第8波が始まったという報道もあっております。また長崎市においても10月下旬以降増加傾向で推移をしており、長崎医療圏の病床使用率は11月21日現在で 18.6% となっています。次に長崎県および長崎市の感染症への対応についてご説明します。政府はこの冬の新型コロナウイルスと季節性インフルエンザとの同時流行に備え、限りある医療資源の中でも高齢者、重症化リスクの高い方に適切な医療を提供するための保健医療体制の強化、重点化に取り組むこととしており、これを受けて長崎県及び長崎市においても、引き続き適切な医療提供体制の確保と感染拡大防止対策に取り組んでいます。まず長崎県におきましては、医療提供体制を確保するため、医療機関と連携して診療能力の増加と外来医療の分散に取り組んでいます。診療能力の増加については、診療検査医療機関や電話オンライン診療を実施する医療機関を増やす取り組みを継続するとともに、診療時間の延長などを各医療機関に働きかけています。外来医療の分散については、医療機関での診断を行うことなく、自己検査などで陽性を確定するための陽性者判断センターの設置に加え、
かかりつけ患者以外の患者を診る医療機関を増やす取り組みを進めています。次に長崎市におきましても、適切な医療提供体制の確保と感染拡大防止対策として次の2つのことに取り組んでいます。1つ目は保健所業務の重点化及び救急外来等一般診療も含めた適正な医療の提供、2つ目は円滑なワクチン接種の促進を図ることです。まず1つ目の保健所業務の重点化及び救急外来等一般診療も含めた適正な医療の提供のうち、保健所業務の重点化ですが、9月に入り医療機関や保健所の現場で大きな負担となっていた陽性者の全数把握が見直されたことを受け、発生届の提出がなされない重症化リスクの低い方にも安心して自宅療養していただけるよう、療養期間中に体調が悪化した場合の相談などに24時間体制で対応する長崎市健康観察センターを新たに設置しました。一方、重症化リスクの高い方については従来通り毎日の健康観察を実施しており、引き続き適切な医療へつなぐ体制を整えています。その中で保健所業務のさらなる効率化を進めており、本市議会定例会においてもそのための関連予算を計上させていただいています。次に救急外来等一般診療も含めた適正な医療の提供ですが、第7波においては医療機関で休業者が増加しマンパワー不足となったことや、検査目的で受診する方が増加したことなどにより救急外来を含めた一般医療も逼迫しました。このことからコロナ病床の効率的な運用を図るとともに、救急外来等一般診療への影響を抑え、より緊急性の高い方が適切に医療を受けられるよう、長崎みなとメディカルセンターにおいてドライブスルー方式による抗原検査センターや発熱外来を臨時的に設置するなど、救急外来等一般診療への影響を軽減するための取り組みを実施しました。第7波でのこれらの経験を踏まえ、コロナ医療と一般医療のバランスを考慮しながら、次の波に備えて関係機関と協議を進めているところです。引き続き重症化リスクの高い高齢者の方や基礎疾患のある方をはじめとする医療につなげる必要がある方を守るため、保健所機能の重点化やコロナ以外の一般診療も含めた適正な医療提供を図る取り組みを進めてまいります。2つ目の円滑なワクチン接種の促進ですが、再度感染者数が増加に転じている状況の中、重症化予防といった効果が期待されるワクチン接種は非常に重要です。直近の接種状況ですが、3回目の接種については全市民の 69.5% が接種を完了し、全国平均の 66.7% を上回る状況となっています。このような中、オミクロン株対応ワクチンの接種を9月25日から開始し、10月から対象者の拡大、接種間隔の短縮を行っていますが、接種率については昨年の1、2回目接種のピーク時に比べますと低い状況にあります。長崎市では前回接種から3ヶ月経過したすべての方に接種券を順次送付し、集団接種や市内医療機関による個別接種を実施しており、さらには長崎県庁での接種も可能となっています。引き続きさまざまな接種機会の確保に取り組むとともに、早期のワクチン接種に向けた周知に努めていきたいと考えています。また生後6ヶ月から4歳のワクチン接種につきましては、議会の特段のご配慮により10月21日付で関連の補正予算を専決処分させていただきました。このことにより接種を希望する乳幼児への迅速な対応が可能となり、11月13日から接種を開始することができました。この場をお借りしましてお礼を申し上げます。最後に私から市民の皆様に3つのことをお願いします。1つ目は医療の負荷軽減に対する協力のお願いです。この冬は第7波を上回る感染拡大が生じる可能性がある中、救急外来を含めた一般医療の逼迫が懸念されます。加えて季節性インフルエンザが流行し、より多数の発熱患者が同時に生じた場合、発熱外来を速やかに受診できなくなることも想定されます。
事前に検査キットや解熱鎮痛薬などを準備し、検査目的の受診を控えるなど安易な受診を避けることをお願いします。また限りある医療資源を有効活用するため、緊急を要しない場合はかかりつけ医への電話相談、コロナ診療マップによる医療機関の検索や長崎県受診相談センターへの電話相談の順で受診先を確認し、必要に応じた受診にご協力をお願いします。2つ目はオミクロン株対応ワクチンの早期接種です。これまで2年間年末年始に新型コロナは流行しています。重症化リスクの高い高齢者はもとより若い世代の皆さんもご自身や身の回りの大切な方を守るため、できるだけ早い時期に接種いただきますようお願いします。3つ目は改めて基本的な感染予防の徹底を図っていただきたいということです。全国的にも気温が低下し、換気が不十分になりつつある地域では感染者が急増しています。これから年末年始を迎えるにあたり、さまざまな行事や帰省などによって接触の機会が増加することが見込まれます。会話、会食時など必要な場面に応じたマスク着用をはじめ、手洗いや効果的な換気、3密の回避などの基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。引き続き市民の皆様並びに議員の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げ、行政報告といたします。これより議事日程第1号により本日の会議を開きます。日程1、会期決定についてを議題といたします。お諮りいたします。本定例会の会期は本日から12月9日までの18日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって本定例会の会期は18日間と決定いたしました。なお、会期中の日程につきましては、お手元に配布いたしております日程表の案のとおりであり、ご了承をお願いいたします。次に日程2、議員派遣に係る報告についてを議題といたします。本件は地方自治法第100条第13項の規定により、長崎市議会会議規則128条の規定に基づき、議員を派遣したものであり、報告しようとするものであります。その内容はお手元に配布いたしております議員派遣第9号に記載のとおりでありますので、ご了承をお願いいたします。次に日程3、134号議案令和3年度長崎市財産区特別会計歳入歳出決算を議題といたします。総務委員長の審査報告を求めます。11番林文博議員。ただいま議題となりました第134号議案令和3年度長崎市財産区特別会計歳入歳出決算につきまして、総務委員会における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。委員会におきましては、内容検討の結果異議なく本決算を認定すべきものと決定した次第であります。以上で総務委員会における審査報告を終わります。これより質疑討論を行います。質疑討論を終結し、ただいま議題となっております第134号議案につき
について採決をいたします。本案に対する委員長の報告は認定であります。委員長の報告等に決することにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって第134号議案は認定することに決定されました。次に日程4135議案、令和3年度長崎市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算から日程9第145議案、令和3年度長崎市立一律病院機構病院事業管理業務管理特別会計歳入歳出決算まで、以上6件を一括議題といたします。教育厚生委員長の審査報告を求めます。9番岩永福子議員。ただいま議題となりました第135議案ほか5件につきまして、教育厚生委員会における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。まず第135議案、令和3年度長崎市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について申し上げます。委員会におきましては、医療費の抑制や地域医療構想の現状と適正な病床数のあり方についてただすなど、内容検討の結果、一部委員から今年度から来年度にかけて保険料の値上げが予定されており、これ以上負担を求めることは保険料の引き下げを求める立場から認められないことを主な論拠とする反対意見が出されましたので、採決の結果、賛成多数で、本決算を認定すべきものと決定した次第であります。次に第136号議案、令和3年度長崎市介護保険事業特別会計歳入歳出決算について申し上げます。委員会におきましては、要支援要介護認定者数のうち居宅での利用が増えてきている理由や、特別養護老人ホームの入居にかかる待機数の状況についてただすなど、内容検討の結果、一部委員から介護保険制度は国の公費負担を増やして安心して利用できる制度にすることを求める立場から認められないことを主な論拠とする反対意見が出されましたので、採決の結果、賛成多数で本決算を認定すべきものと決定した次第であります。次に第139号議案、令和3年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算について申し上げます。委員会におきましては、医療費の窓口自己負担が2割となった被保険者の人数や国の保険料見直しの状況についてただすなど、内容検討の結果、一部委員から後期高齢者医療保険制度の見直しで負担増となっている状況に鑑みると認められないことを主な論拠とする反対意見が出されましたので、採決の結果、賛成多数で本決算を認定すべきものと決定した次第であります。次に第145議案、令和3年度長崎市立病院機構病院事業債管理特別会計歳入歳出決算について申し上げます。委員会におきましては、内容検討の結果、一部から長崎みなとメディカルセンターは市の直営で運営すべきという立場から認められないことを主な論拠とする反対意見が出されましたので、採決の結果、賛成多数で本決算を認定すべきものと決定した次第であります。最後に第135号議案、令和3年度長崎市母子福祉家父福祉資金貸付事業特別会計
歳入歳出決算及び第138号議案令和3年度長崎市診療所事業特別会計歳入歳出決算の以上2件につきましては、主事内容検討の結果、いずれも異議なく本決算を認定すべきものと決定した次第であります。以上で教育構成委員会における審査報告を終わります。これより質疑討論を行います。16番中西敦信議員。ただいま議題となりました第135号議案、第136号議案、第139号議案および第140号議案について日本共産党を代表し不認定の立場から意見を申し上げます。まず第130号議案、令和3年度長崎市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算についてです。国民健康保険事業の運営が県単位化され4年が経過しましたが、依然被用者保険や協会健保と比べて加入世帯の所得に対する保険税の負担割合が高いという国保の構造的問題は残されたままです。滞納状況は緩やかに改善されてはいますが、いまだに約 8% に近い方が滞納しています。今年度から来年度にかけて保険料の値上げが行われ、2016年からの税率改定も合わせて比べますと、約 24% の負担増です。これ以上の負担は認められず、保険税の引き下げを求める立場から本決算について認めることはできません。国に対しても減らされてきた国庫補助の増額、保険者努力支援制度の見直し、自治体が独自で行っている各種医療費助成制度の現物給付にかかる減額調整の廃止を強く求めるよう要望します。次に第136号議案、令和3年度長崎市介護保険事業特別会計歳入歳出決算についてです。介護保険制度は制度開始から丸22年になりますが、介護離職は後を絶たず、老老介護、家族介護といった介護負担の増大が社会問題となっています。補足給付の縮小など家族介護に追い打ちをかけるような負担増と給付外しが行われています。また特別養護老人ホームの待機者をなくすためにもさらなる量の確保を急ぐべきです。介護士不足も深刻で、介護職の抜本的な処遇改善が必要です。さらに介護保険における国の公費負担を増やし、誰もが払える保険料、安心して利用できる制度に再建することを強く求める立場から本決算については認めることはできません。次に第139号議案、令和3年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算についてです。後期高齢者医療保険制度はその創設時から年齢で別立ての保険制度を作ることは差別的な医療制度につながるものとして反対してきました。本決算では制度の見直しで軽減対象が一部拡大される措置が取られた一方で、付加限度額の引き上げ、9割 8.5 割の軽減対象者の軽減割合の引き下げで負担が増えるなどの負担増が反映しています。さらに今年10月から医療費2倍の負担を強いられるようになった方が約 19% に上ります。こうした状況を鑑みると認めることはできません。最後に第145号議案、令和3年度長崎市立病院機構事業病院事業債管理特別会計歳入歳出決算についてです。地域医療構想の名のもと病床を削減した医療機関に
消費税を財源として国が助成するやり方が各地で進められようとしています。また新型コロナウイルスや感染症や新たな感染症対策という観点からも長崎港メディカルセンターには地域医療の拠点病院としての大きな役割が求められます。私立病院として地方独立行政法人ではなく直営での運営を求める立場から認めることはできません。以上討論といたします。質疑討論を終結し採決に入ります。まず第135議案令和3年度長崎市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算第136号議案令和3年度長崎市介護保険事業特別会計歳入歳出決算第139号議案令和3年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳決決算及び第145議案令和3年度長崎市立病院機構病院事業債管理特別会計歳入歳出決算以上4件について一括採決をいたします。各案に対する委員長の報告はいずれも認定であります。委員長の報告通り決することに賛成の議員の起立を求めます。起立多数であります。よって第135号議案第136号議案第139号議案および第140号議案は認定することに決定されました。次に第135号議案および第138号議案以上2件について一括して採決をいたします。各案件に対する委員長の報告はいずれも認定であります。委員長の報告通り決することにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって第135号議案および第138号議案は認定することに決定されました。次に日程10第129号議案令和3年度長崎市観光施設事業特別会計歳入歳出決算および第111日程11第132号議案令和3年度長崎市中央卸市場事業特別会計歳入歳出決算以上2件を一括議題といたします。環境経済委員長の審査報告を求めます。木森俊哉議員。ただいま議題となりました第129号議案ほか1件につきまして環境経済委員会における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。まず第129号議案令和3年度長崎市観光施設事業特別会計歳入歳出決算について申し上げます。委員会におきましては長崎ロープウェイ駅舎の土地購入にかかる地権者との協議状況ロープウェイ延伸を見据えた関係事業者との協議状況と今後の事業の在り方について質すなど内容検討の結果異議なく本決算を認定すべきものと決定した次第であります。次に第132号議案令和3年度長崎市中央卸売市場事業特別会計歳入歳出決算については内容検討の結果異議なく本決算を認定すべきものと決定した次第であります。以上で環境経済委員会における審査報告を終わります。
これより質疑討論を行います。質疑討論を終結し、ただいま議題となっております第129号議案および第132号議案以上2件につきまして一括して採決いたします。各案件に対する委員長の報告はいずれも認定であります。委員長の報告通り決することにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって第129号議案および第132号議案は認定することに決定されました。次に日程中に第100号議案令和3年度長崎市水道事業決算から日程16137号議案令和3年度長崎市生活排水事業特別会計歳入歳出決算まで以上5件を一括して議題といたします。建設水道委員長の審査報告を求めます。4番山崎武議員。ただいま議題となりました第100号議案ほか4件につきまして建設水道委員会における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。まず第100号議案令和3年度長崎市水道事業会計決算について申し上げます。委員会におきましては水道管の耐震化の進捗状況、小浦大浜地区送水管敷設工事の概要、漏水防止対策事業に係る有効率向上への取り組み状況についてただすなど内容検討の結果、異議なく本決算を認定すべきものと決定した次第であります。次に第101号議案令和3年度長崎市下水道事業会計決算について申し上げます。委員会におきましては浮上防止型マンホールへの更新の進捗状況、新型コロナウイルス感染症などの影響を見据えた工事費用の積算や工程調整のあり方についてただすなど内容検討の結果、異議なく本案を認定すべきものと決定した次第であります。次に第131号議案令和3年度長崎市土地取得特別会計歳入歳出決算について申し上げます。委員会におきましては用地取得に伴う収入未済額の回収見込みについてただすなど内容検討の結果、異議なく本決算を認定すべきものと決定した次第であります。最後に第133号議案令和3年度長崎市駐車場事業特別会計歳入歳出決算および第137号議案令和3年度長崎市生活排水事業特別会計歳入歳出決算の以上2件につきましては内容検討の結果、いずれも異議なく本決算を認定すべきものと決定した次第であります。以上で建設水道委員会における審査報告を終わります。これより質疑討論を行います。14番大石文樹議員。ただいま議題となりました第100号議案第101号議案第133号議案については日本共産党を代表し不認定の立場から意見を申し上げます。まずはじめに第100号議案令和3年度長崎市水道事業会計決算ですが、長崎市は水道料金が高いと率直な声が上がっています。このことは少なからず定住人口を増やす取り組みにも影響を及ぼしていると思います。水道料金については近隣他都市と同等の
料金に引き下げることを求める立場から認定することができません。次に101号議案、令和3年度長崎市水道事業決算ですが、長崎市下水道事業決算ですが、下水道を敷設すれば受益者負担金を徴収されます。これまで受益者負担金は税の二重取り的性格があることを指摘してきました。また下水道料金は施設の維持管理費程度にとどめ、水道料金と同様市民からの下水道料金を引き下げてほしいという要望に応える努力と工夫を求める立場から認めることができません。最後に第133号議案、令和3年度長崎市駐車場事業特別会計歳入歳出決算です。私たちはすべての駐車場を指定管理者制度にすることに反対するものではありませんが、松山町、松ヶ江町、桜町など大きな7つの駐車場の指定管理の導入については、そこでの5年に1度の更新による不安定雇用、低賃金につながること、さらには福利厚生にも影響を及ぼすことを指摘し、直営での運営を求めてまいりました。また現在の CA 駐車場の料金は民間駐車場よりも場所によっては割高であり、その引き下げを求める立場から認定することができません。以上、討論とします。質疑討論を終結し、採決に入ります。まず、第100号議案、令和3年度長崎市水道事業会計決算。第101号議案、令和3年度長崎市下水道事業会計決算、および第133号議案、令和3年度長崎市駐車場事業特別会計歳入歳出決算。以上3件について一括して採決いたします。各案件に対する委員長の報告はいずれも認定であります。委員長の報告通り決することに賛成の議員の起立を求めます。起立多数であります。よって第100号議案、第101号議案および133号議案は認定することに決定されました。次に第131号議案および第137号議案、以上2件について一括して採決いたします。各案件に対する委員長の報告はいずれも認定であります。委員長の報告通り決することにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって第131号議案および第137号議案は認定することに決定されました。次に日程17、第128号議案、令和3年度長崎市一般会計歳入歳出決算を議題といたします。まず総務委員長の審査報告を求めます。11番、林博文議員。ただいま議題となりました第128号議案、令和3年度長崎市一般会計歳入歳出決算のうち、総務委員会所管部分における審査の経過並びに結果について以下、特に質疑意見が集中した点をご報告申し上げます。はじめに歳出であります。まず総務費におきましては、自治会加入率の増加に向けてこれまでの取り組みを検証し、地域の実態を把握した抜本的な対策を行う考えの有無、
交通指導員が未配置の学校における対応策、新市庁舎建設整備基金の残高の今後の見通し、本市のマイナンバーカード取得率が全国平均より下回っていることに対する見解、旧外目行政センター庁舎の解体に向けた進捗状況、地域コミュニティ連絡協議会の設立が困難な地域に対して地域の実情を考慮した新たな支援策を講じる考えの有無についてただすなど内容を検討した次第であります。次に民生費におきましては、パートナーシップ宣誓制度ガイドブックの配布状況と今後の周知方法についてただすなど内容を検討した次第であります。次に衛生費におきましては、新型コロナウイルス感染症による死亡者がもみじ谷総裁場に搬送された際の対応状況についてただすなど内容を検討した次第であります。次に商工費におきましては、成人年齢の18歳への引き下げに伴う若い世代からの消費生活に関する相談状況、霊感商法等に関する相談や被害状況についてただすなど内容を検討した次第であります。次に消防費におきましては、ドローン技能講習を受講し資格取得した人員の配置状況や活動実績、婦人防火クラブや少年消防クラブにおいて補助金の執行額が減少している理由、自主防災組織の結成率を向上させるための今後の進め方、地域住民と市民防災リーダー間の情報共有の在り方についてただすなど内容を検討した次第であります。次に歳入におきましては、市タバコ税の財源を活用して喫煙者と非喫煙者の双方の権利に配慮した取り組みを行う考え、使用料や学校給食費において収入済み額が見込みを下回った理由についてただすなど内容を検討した次第であります。以上審査経過の概要を申し上げましたが、その結果一部委員から新市庁舎建設事業については低層でコンパクトな庁舎建設を求める立場から認められないこと、同和対策補助金については認められないこと、マイナンバーカードにかかる費用については認められないこと、 10% に引き上げられた消費税が含まれる費用については認められないことなどを主な論拠とする反対意見が出されたのであります。一方、令和5年度の予算においては、それぞれの委員会から出た意見、指摘事項を踏まえて編成してほしい。地域コミュニティ連絡協議会の設立については、地域の事情を考慮して将来に向けた見極めをしてほしい。また、それぞれの地域が抱える問題については、これまで以上に地域と行政が連携を取りながら対処してほしい。社会経済活動が回復しつつあるため、引き続き交付金や補助金の弾力的な運用に努めてほしい。債権管理の適正化や市税収入をはじめとする自主財源の確保に努めてほしい。限られた財源を有効活用できるよう、扶養額の抑制に努めてほしいとの要望を付した賛成意見が出されましたので、採決の結果、賛成多数で本決算を認定すべきものと決定した次第であります。以上で総務委員会における審査報告を終わります。次に教育公正委員長の審査報告を求めます。9番岩永復興議員。
ただいま議題となっております第128号議案、令和3年度長崎市一般会計歳入歳出決算のうち教育構成委員会所管部分における審査の経過並びに結果について以下特に質疑意見が集中した点をご報告申し上げます。まず総務費におきましては、海外原爆平和展における成果の検証のあり方、被爆クスノキを含む山王神社全体の整備活用の取り組み状況、県外平和原爆展の開催がすべての都道府県で終了したことから今後の事業の方向性についてただすなど内容を検討した次第であります。次に民生費におきましては、障害福祉センター診療所小児科において新規患者の診療待機期間が解消していない理由と今後の対応、障害者支援のための就労継続支援 A 型施設の増設に取り組む考え、医療的ケア児保育支援費補助金の利用が1施設のみであった理由についてただすなど内容を検討した次第であります。次に教育費におきましては、全市的な不登校対策の取り組み状況、小中学校遠距離通学費補助金において指定校以外へ通学する児童生徒に支給できない理由、教材整備費において備品にかかる予算の全体的な増額と小規模校に配慮した予算配当、予算配当のあり方についてなど、内容を検討した次第であります。以上審査経過の概要を申し上げましたが、その結果一部委員から保育所の受賞先候補者選定審査会費については公の保育所の必要性を求める立場から認められないこと、保育所と魅力向上支援事業費については講演会の立場と講演会の会場として出島メッセ長崎を使用し多額の会場借り上げ料が支出されていることから認められないこと、学力向上推進費については毎年テストがある状況では過度な競争教育に陥り個性を伸ばすことや必要な体力づくりがおろそかになる懸念があることから認められないこと、学校給食センターについては今からでも自校方式で親子方式を充実させる方向に舵を切るよう求める立場から認められないことを主な論拠とする反対意見が出されたのであります。一方生活保護受給世帯等に対する学習支援事業については参加していない子どもへの周知に取り組むとともに大人になって再び生活保護を受け取ることのないよう貧困の連鎖を断つという目的に向けて他機関と連携した取り組みを構築してほしい。高齢者交通費助成費については IC カードの導入によりタクシー券利用者が増加しバス電車の利用者が減少していることから高齢者の外出回数が減っていると考えられるため、より高齢者が使いやすく全ての高齢者がサービスを受け取れるよう制度の改善を行ってほしい。ひとり親家庭自立支援助成費については助成額を増額するなどの制度の見直しを行い利用しやすいようにしてほしい。原爆被爆者対策費については被爆体験者問題の一日も早い解決のために努力してほしい。教育総務費については教職員の人手不足が深刻化している一方教職員の働き方改革が進んでいないことから教育効果を上げるためマンパワーを増やす努力をしてほしい。小中学校適正配置の取り組みについては子どもたちの教育環境を確保するためにしっかりと目標を定めて推進してほしい。子どもを守るネットワークについては今後の在り方について課題を把握し早急に関係団体と協議の上解決を図ってほしい。また当初の趣旨目的に沿った取り組みがなされてない
なされているかの検証、今後どう取り組んでいくかを検討してほしい。中学校部活動の地域移行については、教職員や地域の声をしっかりと聞いて、今後の方向性を早く示してほしいとの要望を付した賛成意見が出されましたので、採決の結果、賛成多数で本決算を認定すべきものと決定した次第であります。以上で教育構成委員会における審査報告を終わります。次に、環境経済委員長の審査報告を求めます。6番、木森俊哉議員。ただいま議題となっております第128号議案、令和3年度長崎市一般会計歳入歳出決算のうち、環境経済委員会所管部分における審査の経過並びに結果について以下、特に質疑意見が集中した点をご報告申し上げます。まず総務委員におきましては、ふるさと納税の納税者を増やすための取り組み状況、コロナ禍で休館した指定管理者施設に対する負担金を休館した年度ではなく翌年度に補填することの妥当性について正すなど内容を検討した次第であります。次に衛星費におきましては、三峡メガソーラーで発電した電力を最大限生かす取り組み、水質汚濁防止対策費においては入札先による不要額が生じていることから予算の積算方法の妥当性、電気自動車の普及促進につなげる、ため急速充電器を計画的に増やす取り組みや市独自の周知方法について正すなど内容を検討した次第であります。次に農林水産業におきましては、農業者の後継者不足を解消するため10年先を見据えた取り組みと、市が単独で基盤整備を行う考えの有無、農業振興費及び水産業振興費において多額の翌年度繰越額と不要額が発生した理由、グリーンツーリズム推進費において各団体の受け入れ人数に対する補助額の妥当性について正すなど内容を検討した次第であります。次に商工費におきましては、物価が高騰している中で水産練り製品製造業者に対する今後の支援策、コロナ禍における大学生などの就職活動を支援するための新たな取り組み、観光資源の魅力を磨き今後さらに交流人口を増やしていくための方策、アフターコロナを見据え観光施設の利用料金を見直す考えの有無、夜間景観の演出について稲佐山山頂魅力向上整備と夜間景観整備の整合性について正すなど内容を検討した次第であります。次に教育費においておきましては、長崎郷土芸能保存の観点から伝統芸能を支える団体の活動を新たに支援する考えの有無、埋蔵文化財整理所の今後の在り方について正すなど内容を検討した次第であります。以上審査の経過の概要を申し上げましたが、その結果一部委員から統一教会の関連団体が主催した水産フォーラムに市が講演を行ったことは認められないこと、
枚数施設については多額の税金を投入した割には限定的な効果しか上げておらず、人口減少の克服につなげるという当初の目的の達成に至っていないため認められないことを主な論拠とする反対意見が出されたのであります。一方、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により各種イベントの開催ができなかった経験の検証を行い、今後の長崎市の経済の活性化、行政運営に生かしてほしい、扶養額を極力減らすため事業内容の見直しにあたっては議会に相談するなど必ず成果に結びつけるという意識を持って迅速な遂行に努めてほしい、市民や市外からの来訪者に選ばれる長崎となるために現場の声を聞き、国の支援にかかる事業の情報を早期に入手するなど経済再生のため部局横断した体制を構築し実効性を高めるようにしてほしいとの要望をした賛成意見が出されましたので、採決の結果賛成多数で本決算を認定すべきものと決定した次第であります。以上で環境経済委員会における審査報告を終わります。次に建設水道委員長の審査報告を求めます。4番山崎武志議員。ただいま議題となっております第128号議案、令和3年度長崎市一般会計歳入歳出決算のうち建設水道委員会所管部分における審査の経過並びに結果について以下特に質疑意見が集中した点をご報告申し上げます。まず総務費におきましては、花のあるまちづくり事業における花苗の選定に対する考え方、街路樹の選定に関する地元自治会等との協議状況についてただすなど内容を検討した次第であります。次に農林水産業費におきましては、汚泥運搬等の施設管理に要する費用の積算の妥当性についてただすなど内容を検討した次第であります。次に土木費におきましては、宅地の崖災害対策費補助金の活用方法、安全安心住まいづくり支援事業など耐震化にかかる事業で扶養額が生じた理由と今後の対応策、新戸町から江川町工区を整備している長崎外環状線の用地交渉の進捗状況、南部地区バス路線のハブ&スポーク型運行における課題や恐竜博物館へ行く場合のバス利用者への影響、長崎デザイン会議費の成果指標の考え方についてただすなど内容を検討した次第であります。以上審査経過の概要を申し上げましたが、その結果町を美しくする運動推進費について園芸講習会を開催するなど地域の環境整備に協力してほしい、また高齢化や人材不足により地域の負担を減らすため植栽する花を一年草から多年草へ変更することを検討してほしい、長崎南北幹線道路及び長崎外環状線の早期完成に向けて引き続き努力してほしい、道路橋梁維持費について、道路のガードパイプの腐食状況等の安全点検パトロールの継続に努めてほしい、長崎駅周辺整備について令和7年度の多目的広場の全体完成に向けて
より一層の努力を続けてほしい。長崎駅周辺から新庁舎、街中の動線となる街路整備については、これまでにないような付加価値をつけて整備してほしいとの要望を付した賛成意見が出され、異議なく本決算を認定すべきものと決定した次第であります。以上で建設水道委員会における審査報告を終わります。これより質疑討論を行います。15番内田隆秀議員。ただいま議題となっております第128号議案、令和3年度長崎市一般会計歳入歳出決算につきましては、不認定の立場から日本共産党を代表して意見を述べたいと思います。この決算の中には、新型コロナウイルス対策のための予算や、今年オープンした全天候型子ども遊戯施設の整備事業など評価できるものもあります。一方、西九州新幹線事業、新視聴者建設やマイス施設建設など大型事業推進のまちづくりが進められています。市民の暮らし最優先の市政運営を求める立場から、以下の理由で反対するものであります。まず第一に、新視聴者建設については、視聴者の建て替えの必要性については認めますが、長崎市の財政事情の中で19階建ての立派な市庁舎ではなく、現在ある地域センターや総合事務所を活用し、低層でコンパクトな市庁舎を建設すべきと反対してきました。行政サテライト機能再編成は、中心部だけに機能が集中するのではないかとの疑念が市民の中に未だあることを指摘しておきます。第二に、まちづくりの問題です。まず交流拠点施設整備推進費についてですが、交流人口を増やすことを大きな目的に掲げています。しかし、開場した出島メッセの利用者を見れば、長崎市の事業が数多く組み込まれています。これでは交流人口を増やすということにはつながりません。長崎市の社会動態による人口流通に歯止めがかかっていません。今取るべき施策は、交流人口を増やすことに多額の税金を投入するのではなく、市民が住んでよしと実感できるよう、定住人口対策に多くの知恵とお金を使うべきです。その知恵として、子ども医療費の完全無料化や国公税の子どもの均等割の廃止、憲法の精神に沿った学校給食費の無償化など、子育て世代の経済的負担を軽減する施策、さらに長崎市の発展に寄与してきた高齢者に対する交通費助成事業の支給額を倍にすること、廃止された紙券の復活や長寿祝い金を復活させるなど、子どもから高齢者に至るまでの福祉の充実を図り、定住人口を増やす施策にこそ力を入れるべきです。第4に、新幹線建設推進事業費ですが、これまで指摘した通り、博多まで行くのにわずかな時間短縮はあっても乗り換えが必要、しかも料金は高くなり、浦上駅からは乗車できないなど、市民から不満の声が次々と出されています。費用対効果を度外視した事業は認めることはできません。第5に、学校給食施設整備事業については、北部地域の大型給食センターの併用が開始されましたが、配送時間に問題が出るなど計画通りには進められず、保護者から不安の声が寄せられています。安全安心な学校給食を求める立場から、大型の給食センター推進建設推進ではなく、
現在行っている時効方式や親子方式の充実を求める立場から認められません。最後に、すでに童話対策事業は2002年に終焉しています。にもかかわらず、いまだ補助金を童話対策として特定団体に執行しており、認めるわけにはいきません。さらに、個人のプライバシーを侵害するマイナンバーカードの遺産が含まれている決算は認めるわけにはいきません。以上、討論といたします。次、討論を終結し、ただいま議題となっております。第128号議案、令和3年度長崎市一般会計歳入歳出決算について採決いたします。本案に対する各委員長の報告は認定であります。委員長の報告通り決することに賛成の議員の起立を求めます。起立多数であります。よって第128号議案は認定することに決定されました。次に日程18、第142号議案、令和4年度長崎市一般会計補正予算第10号から日程39、163号議案、指導路線の認定についてまで、以上22件を一括議題といたします。市長の説明を求めます。市長。令和4年第7回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様にはご出席を賜り、厚く御礼申し上げます。それでは、ただいま上呈されました議案のうち、主なものについて提案理由をご説明いたします。まず、令和4年度11月補正予算にかかる議案をご説明いたします。第142号議案、令和4年度長崎市一般会計補正予算第10号につきましては、プレミアム付き商品券等発行支援費補助金及び省エネルギー家電製品等購入費補助金、並びに施設内療養支援事業費補助金などを計上しております。このほか、国民健康保険事業特別会計など4つの特別会計において補正予算を計上しております。以上が令和4年度11月補正予算にかかる議案でございます。次に予算以外の議案についてご説明いたします。第151号議案、長崎市立小学校条例の一部を改正する条例は、児童数が減少していることなどを勘案し、南小学校を模擬小学校に統合するのに伴い、南小学校を廃止するものでございます。第154号議案、長崎市建築物における駐車施設の不置及び管理に関する条例の一部を改正する条例は、本市における自動車等の駐車需要の変化に対応し、まちづくりの方向性と連携した駐車場施策の推進を図るため、付置しなければならない駐車施設の台数にかかる基準を緩和などするものでございます。その他の議案の提案理由につきましては、議案書に記載しておりますので、ご参照いただきますようお願いいたします。以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。これより質疑を行います。質疑を終結いたします。ただいま議題となっております22件につきましては、お手元に配布いたしております議案審査付託表に記載のとおり、日程18142号議案、令和4年度長崎市一般会計補正予算第10号は、所管の各委員会に分割した残る21件につきましては、
同付託票の表に記載のとおり、それぞれの所管の各常任委員会に付託いたします。この際、お諮りいたします。本日議決されました事件について、その事項、軸、数字、その他の整理を要するものにつきましては、会議規則41条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって、これらの整理を要するものにつきましては、議長に委任することに決定いたしました。以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。次回の本会議は11月28日午前10時から開き、一般質問を行います。本日はこれをもって散会いたします。お疲れさんでした。